皆さんこんばんは。サイコズルームカーサディオゲネスの時間です。皆さん今日もよろしくお願いします。今日は、プレミア配信で8時からということで、私もチャットに参加したいと思います。変な感じですけど、はい、よろしくお願いします。今日は、発表会に弾きたい曲10選といたしまして、小さな曲を10曲用意してきました。今日は初級から中級ということで、初めてのお子さんが発表会で弾くような曲から小中学生が弾くかなっていう曲まで、演奏したいと思います。はい、では今お送りしましたのは、乙女の祈りですね。で、冒頭部分だけで失礼しましたが、ちょっと割と華やかな出だしなので今日のオープニングにいいかなと思いました。またぜひ、今日はちょっと弾かないんですけど、ぜひ弾いてみてください。まず、1番から3番までの曲までお送りします。1曲目はメネエット。私たちが子どもの頃はバッハと習っておりました。で、これも最近というか10年ぐらいなんでしょうか、ペッツオルトさんっていう作曲家ということが分かってきまして、いまだにバッハで出版されている本もあるんですけれど、はい、ちょっと作曲家が違ったってことがだんだん研究で分かってきますね。はい、で、2曲目がブルグミュラーのアラベスク、3曲目バラード。どちらもちょっとこう快活ないい感じで、特に男の子なんか喜んで弾くんですけれど、はい、そこまでじゃあ3曲通して演奏します。よろしくお願いします。
1番から3番まで続けて演奏させていただきました。メネットは結構みんな憧れて弾きたいっていうので、前の年に発表会で弾くと誰かが次の年取り合いになるような感じなんですけれど、左手が、ね、あのボリョーニーであの別々に動くので意外と難しいですよね。そしてあのこの時代は繰り返しをするときに即興でトリリをつけたりして楽しんで弾いたので、あの1回目は今日は基本的に楽譜に書いてある通りに弾いたんですけれど、2回目ちょっと飾りを入れたりしてみました。これはあの規定がないので、その時代時代に合ったトリルだったらあの入れていいと思うので、きっとあの入れる、ね、余裕はなかなかないと思いますけど、あのこう創作意欲じゃないですけど、あの飾りを入れるってい こう勇気を持っていろいろと挑戦してみてください。で、ブルグミラーですけれど、あの、ね、初めてペダルを踏んだり、そして、3番目のバラードに関しましては、ちょっと今日もちろんあの速度の指定がある通りに早く弾きましたけど、なかなかこんなに早く弾けないと思いますけど、あの音が最後飛びますよね、あそこ外さないようにとか結構いろいろと難しいところがあるんですけど、かっこいい曲ですよね。でうち息子がこれを弾いたことがあるんですけど、発表会の出番直前にいなくなりまして、どこ探してもいなくて、あ次なんですけどみたいな感じで友達と遊びに行っちゃって、本番どっかに行ってしまって、探した時にはもう本当に何やってたのみたいな感じで、ちょっとあの叱責して出しましたら、最後の年とそらしは見事に弾けたっていう、なんか気合が入ったら弾けるんだみたいな感じで驚いたいい思い出があるんですけど、ちょっと最後の両手を揃えるのが難しいので、はい、私でも今日は緊張しました。はい、そんな感じで、3つまでお送りしました。次お送りしますのは紡ぎ歌、エルメン・ラーヒさんの曲なんですけれど、この曲一応ね今日弾くということで、いつも曲目とかをあの調べたりするんですが、彼の曲は、この1曲以外はあんまり今は残っていません。音楽の風俗画という作品14の中の1曲だそうです。で、紡ぎ歌っていうのはこの時代よくいっぱい作られまして、女の子たちが女中のなんていうのかしら、 女学生ぐらい上がりぐらいの若い子たちがあの紡ぎ工場に集められて、いろんな恋の話とかしながら紡ぎ歌を歌ったり喋ったり しながらこう作業したっていう感じで、他にもメンデルスゾーンだったり、あとシューベルトの、糸を紡ぐグレートヒェンとか、そういう曲がありますね。どれもあの左手がオスティナートって言って、同じリズムをずっと刻んでるのが特徴です。でこういう音楽を聴きながら、あの女の子たちが糸を紡いだのかしらって思って弾いてもらえるといいと思います。そして次がベートーベンのトルコ行進曲ですね。はい、当時トルコ風というのが結構流行ってまして、あの今でもね舶来のものって憧れがありますよね。この頃はトルコのものが流行っていて、こういうシャンシャンってなるあのトルコ風の楽器を持って行進している、そんな感じで音が結構あのブロンって音が入っています。そんなところを注意しながら、はい、弾きたいと思います。
ありがとうございました。そして6番目が、はい、同じベートーベンのエリーゼのためにですね。これは意外とベートーベンの曲の中で有名で、あの美しくってゆっくりで叙情的なんですけど、意外と後半の晩年近い時の作品になります。あの、ね、好きだった女性の名前が入っていて、恋焦がれた繊細な、あのこういう大きい不器用なベートーベンの思いがこもってるのかなと思います。あの有名な曲でみんな憧れるので、中華なんていう通過点というか、ここまでは弾きたいなって思ってる子が多分多いと思うんですけど、真ん中の部分が意外と難しいですよね。でそこだけ遅くなったりしないようにいつも注意するんですけれど、であとペダルが濁らないようにとか、あのフレーズの終わりが上に行くように弾こうねとか、そんな感じでいつも注意して練習一緒にしています。はい、そして人形の夢と目覚めエステン、これは初めてのなんか1曲の中で 1,2,3 っていうふうに3部作になっていて、初めの眠るような子守唄の部分と夢の部分とあと踊る部分で、ちょっとね初めて長い曲に挑戦っていうような曲じゃないでしょうか。はい、じゃあその2曲をお送りします。
しょうか。結構対策だと思うんですね。あの最後音階がずっと続くのも多分小さいお子さんだとここまで手がいくのにちょっとあってなっちゃったりとかして、はい、ちょっと指導する時も、2ページ目3ページに行くのにもうちょっとあるよ頑張ろうねって励ましながらやっています。でさっきのエリーゼですけれど、ペダルをね踏むのも難しいと思いますし、思い出深い曲になると思うんですけど、この人形の夢と目覚めは、娘が初めてコンクールかなんか受けた時に自分の先生に連れてった思い出の曲でもありました。はい、ありがとうございます。では次はトルコ行進曲モーツァルトですね。こちらも同じようにトロンっていう前段音とかが入っていて、はい、かっこいい曲になっています。じゃあこちらは1曲で演奏したいと思います。ちょっと繰り返しとか1回多かったり少なかったりしたかもしれません。ありがとうございました。さあ、この辺まで来るともうオクターブが届かないと弾けなくて、上手な子でも単音にするどうする挑戦来年にするなんていう話をしながら練習していますが、はい、ちょっとね手の問題とか出てきますよね。はい、で次にお送りするのはショパンの子犬のワルツ。おそらく初めてショパンの曲を弾いたりとか、あとゆっくりな曲でショパンやったけど華やかな子犬のワルツ弾いてみたいっていうことで挑戦する子が多いんですけれど、見るとびっくりしますよね。フラットが5つもついているのでだけど2個とか3個よりはいっぱいついた方が意外と手に馴染んだりする曲でもあります。でショパンを弾くときは左手をいっぱい練習するんだよなんて自分に言い聞かせるように警告をしてから始めるんですけど、はい、
あのショパンの子犬のワルツと、そしてもう中級以上の憧れの曲ですけれど、幻想即興曲、こちらは、真ん中にすごく綺麗な、なんて言うんでしょうかね、歌うような素晴らしい、ゆったりのした部分を含んでいて、前と後ろがすごく激しく速くなってるんですけど、左と右手の数が違うっていう、はい、クロスリズムになっています。で、左手が3個のところを右手が4つ入れていくっていう、でそれがガタガタしといけないので、片手練習をいっぱいして自然に馴染むように練習するまでが大変なんですけど、まあ本当に憧れの曲だと思います。ではその2曲を続けて演奏します。
ございました、夜のしっとりとしたカサディオグネスから発表会に弾きたい、名曲10選初級から中級編をお送りしました、ちょっとね最後の方はかなり難しくなってきてますけれど、はい、いかがだったでしょうか、また、続きの中級上級編もいつかお送りしたいと思いますので、あのリクエストなどいただければ頑張って練習します。はい、ありがとうございました、来週はいつも通りの3時からお送りできると思いますので、またいらっしゃってください。ちょっとテーマまだ未定です。はい、ありがとうございました。ではまた来週。